はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、雑談動画なんですけど、今ね、六甲さん運転してます。急にね、雨がね、降ってきて、これ、すごい雨やな。急にね、降ってきましたね。山の天気は変わりやすい、みたいな。いや、これバスで待ってる皆様、傘がないようで、さっきまでね、晴れてましたんでね。東京モーターショーね、バタバタ、しましたけども、初めてね、プレスで今回行かさせてもらいました。おかげさまでね、私のフィットの速報動画ね、なんともう10万再生ね、あれ3日目でもう10万再生超えてましたね。今何万再生でしょうね。ホンダのね、技術開発者の方とか広報の方とかね、声をねかけていただいて、どうもありがとうございました。おかげさまでいい動画が撮れましたね。壇上に上がれる時間がね、結構混み合ってて、1人ね5分ということで慌ただしく、撮ったわけなんですけど、その後にね、ちょっと声をかけていただいて、ゆっくり撮ることができましたね。ホンダ E とかね、フィットの外装とかね、詳しく聞くことができましたね。皆さんどんな感じに思いますか、今回のフィット。私はね、結構デザインとしてはいいなと思いました。先代の、フィット3、今これ私が運転してるこのフィット3から、だいぶね、丸みを帯びたようなデザインにはなったんですが、初代フィットに結構デザインが戻って、いや、それはそれでいいなと私はその見た瞬間思いましたね。で、見れば見るほどね、なんかちょっと味わい深いというか、すごいやっぱシンプルなんですよね。シンプルで、可愛すぎず、かっこよすぎずみたいな、どっちなんだっていう感じなんですけど、それでも長いことね、乗れそうな、ベーシックなデザインかなと思います。エクステリアデザインのね、人が言ってたんですけど、下の方のデザインはね、結構ピシッとね、全体的に、U の字で、デザインして、なるべく縦長にデザインをしなかったと。低く低く、U の字 U の字に、デザインして、全体的には低く見えるようにデザインしたということですね。なのでね、この私が乗ってるフィット3のね、テールランプありますよね。縦長の、某ボルボさんみたいな感じのテールランプありますよね。もうあれも終わっちゃいましたんでね。特に私はリアはね、かっこいいかなと思いました。で、今度、乗るエンジンが 1.5 リッタープラス、2モーターということで、走りの方はね、だいぶ上質感が上がるのかなという感じがしますね。いや、でもよくコンパクトボディにね、モーター2つ詰め込んだなと思いますね。で、内装の方はね、メーターの方がもう液晶になっちゃいまして、デジタルメーターになる感じですよね。今回のね、フィットのシフトノブは、すごいね、やっぱ原点回帰と言いますか、元のオートマのね、本当に使いやすいね、形に戻りましたよね。私の乗ってるこのフィット3の、シフトレバーってね、ものすごいなんか変な感じなんですよ。ちょっと、どっちかというとね、デザイン優先でね、なんて言うんでしょう、このハイブリッドカーなんで、未来を意識したようなデザインで、小さくてね、なんかすごい使いづらくてね、初めて運転する方は、慣れるまでね、結構時間がね、これかかると思います。で、フィット4のね、シフトレバーは、従来通りの、操作もしやすい、シフトレバーになったということですね。で、サイドブレーキ、フットブレーキなどはなくて、電子パーキングですよね。電子パーキングブレーキと、ブレーキホールドシステムということで、その辺ね、すごい、進化したなと、高級路線になったなという感じがしますね。で、ホンダセンシングのね、ACC ですね。前の車にね、ついていく、そういうシステムがあるんですけども、それが、渋滞の時に、対応するということで、0キロスタートですね。が、対応に、このなったということですね。
まあ、なのでね、渋滞時に、まあ、完全に停止した状態から前の車に、まあ、引っ張られていくようについていくという感じなんですね。だんだんね、自動運転化ということで、いやすごいね、やっぱ先進的になっていきますよね、代を重ねるにつれて。このフィット3の、私のこの乗ってるフィットも、まあ、ホンダセンシングついてるんですけど、やっぱりね、今の最新式のものに比べると、やっぱり見劣りするなという感じはしますね。でもこれ乗り換えた時、やっぱすごい未来カーになったなと感じたんですけど、もうね、5年目になりますんで、まあ5年の間で、それぐらいの進化の差が出てくるということですね。まあしかもね、フィットのクラスにも、まあ、この辺の技術が使われているということですね。で、当日ね、YouTuber の方ともね、お会いできました。この方は YouTuber なんですかね、クリッカー、もしくはうな丼っていうね、チャンネルがあるんですけども、そのうな丼さんに、お会いすることができました。車でね、車のレビューがすごいうまいんですよね。いつもね、うな丼さんのね、動画見てね、それから勉強してから私、実は、車の動画撮ったりしてます。いや、いつもお世話になってます。で、もう一人ね、オツポン TV さんね、オツポンちゃんとね、会いました。こういったね、車のイベント行くとね、よく会うんですよね。いやー、小さくて可愛いですよね。で、実はね、同じファンメイクの事務所の、クーピーチャンネルさんね、この方とも実は一緒に行ってたんですけど、まあ、二人ともね、忙しくてね、うわぁ二人ともね、ものすごい忙しくてね、私はホンダブースで、で、クーピーさんはね、マツダブースにね、行って、もうその場でね、動画撮って即興で、もう編集部屋があるんですよ、モーターショーね、6階にね、記者の机がずらずらっとあってね、ロッカーとかあってね、で、まあそこでパソコンを開けて、まあ編集ができるということで、もうお昼ぐらいにはね、もう編集してね、私と、クーピーさんね、もう出しましたね。で、まあ今回モーターショーね、幅が広く、まあ会場がね、広く使われてたと。いうことで、もうね、全部ね、私正直回れなかったんですよね。まあ、ほとんどというか、まあ、3分の1ぐらいは、ホンダブースに当日いましたね。で、青海エリアの方までね、今回会場は広がったということで、まあ、良かったと思いますよね。車好きのお父ちゃんと、そうでないお母ちゃんと、まあ、一緒に楽しめるという感じでしたね。はい、というわけでね、まあ今日はこんな感じで雑談動画だったんですが、まあ東京モーターショー行って、まあ楽しかったよという動画でした。今ちょっと路面が悪いですけど、私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、東京モーターショー行ってきたよ雑談でした。じゃあね、バーイ。